グラディ・ボーズは、白・イサムによる中国のウェブコミック。かつて世界的に蔓延し殺人など凶悪犯罪の温床となっていた不眠症の治療法として新薬が開発され、その流行が収まる代わりに、新薬の副作用によって死血種と呼ばれる、吸血人種が作り出される。やがて人類は死血種との間で起こった戦争に勝利し、新設した。 国安部特管局の管理下に置くことに成功する。竜は人類と死血死との間に生まれた子だったが銀行襲撃事件の主犯格として逮捕、拘置され、青里にある特殊刑務所に送られる。国安部特管局のリーダーでもある父の手引きで脱獄に成功した竜だったが、そこへ謎のモンスターが襲いかかる。日中合作アニメとして、 2016年10月1日より12月まで東京 MX にて毎週土曜21時から21時30分のハオライナーズ枠土曜21時版にて放送された。アニメ制作を務めたクリエイターズインパックインクにとって今作が初の30分枠アニメの元受け作品となった。作詞7世、作曲、編曲、広明、ったりをありがとうございます。